じゃこんにちは、さゆたかさん、はい、オールスター、はい、ちょうど真っただ中やってますけれども、はい、はい、前半戦終わりました。終わったな。終わりました。なので、はい、今日は前半戦をちょっと振り返って、はい、セ・パ12チーム、はい、まあ軽く触れていきたいなと思うんですけれども、はいはい、まずはセ・リーグ、はい、前半戦を首位でターンしたのが巨人、はい、1ゲーム差広島につけてということだったんですけれども、前半、はい、ちょっと振り返ってどう見てますか？ヘルナンデスが入ってきてからちょっと変わったかなという雰囲気がね、うん、まあそれとその大城をファーストに抜擢をして隼人を下げて、はい、岡本を持ってきてみたいな、うん、でまあ坂本をこうサードに使うときはレフトに持っていって。うん、だからヘルナンデスが入ってきて大城が入ってきて非常に野球が変わったというか、はい、やっぱそれまではやっぱこう終始バントっていうね、うん、まあ、打てないからということで、でもヘルナンデス大城が入ったことによって動かすこともできるし、うん、我慢することもできるようになってきたということから考えるとね、うん、まあ非常に流れ的には良くなってきてるよね。そうですよね、うん、だから丸も状態いいし、うん、それを生かす吉川がいて、はい、でヘルナンデスも安定してるという、まあ、岡本も大城が後ろに入ることによって状態を上げてきてるという、はい、ただ心配なのは下位打線だな。まだなかなか安定してないですね、そこは、うん、だから後半戦、まあ、前半戦の振り返りだけども、個々がね、うん、どこに入るのか、まあ、7番に入ってショートっていうことだろうけども、はい、まあ、ここら辺が機能したら随分充実はしていくなっていう、うん、まあまあね、そう思うし、あとやっぱこう岸田、小林、まあ、大城がたまにという、うん、まあキャッチャーの確率っていうのももうなんか前半で、うん、なんか形見えたものが出来上がったし、そうですね、非常に後半に向けては準備が整ったかなっていう感じがするな。そうですよね。やっぱそのヘルナンデス選手の加入によってそのやっぱりバントだったりとか細かい野球っていうところから本来の巨人のプラスアルファその大味というか、うん、その長打とかホームランという方にこう意図的にシフトしていったのか、それともどうなんですか？でもね、ヘルナンデスが入ることによって大味っていう野球ではないんだよね。やっぱつなぎの野球ができるようになったんだよ。はい、だからそのヘルナンデスもその大味な野球は彼はやんなくて、うん、やっぱ広角に打てるし、うん、やっぱつなごうと思う時はつないでくるし、はい、だから非常につなぎながらも緻密な野球っていうか、うん、そういうのも積み上げようとしてるよね。そうですね。ただやっぱりこう下位打線がチャンスを作る時に、うん、バントの失敗がまだまだ多いんで、はい、だからここら辺が確立されると、うん、非常に下位から上位とか、はい、になってくるとすごく厄介な打線にはなってくるね。あとはピッチャー陣に関しては巨人前半戦どうでしたか？まあ戸郷が本調子ではないって、まあ、思うけども、はい、でもやっぱりエースと投げ合ってるから戸郷はね、でもその中でやっぱよくやってるし、うん、グリフィンも、はい、まあ、非常に良くなったしね、うんうん、まあ、山崎より、うん、菅野、まあ、菅野がちょっと体調はね、だからこれ以上あんまり贅沢言ってもしょうがない、うん、うん、ただやっぱこう赤星だとか、はい、井上だとか、うん、まあチャンスをもらった時にもう少し、うん、まあ井上なんか地元で投げた時なんか抜群だったんだけど、はい、それ以外がね、もういつも地元を持っていけっていうぐらいそうですねまあまあだけど、まあ、よく言うとキリはないけど、うん、まあ中継ぎのやりくりにしたって、うん、まあ大勢が戻ってきたりだとか、はい、まあ中川が戻ってきたけど、いやバルドナードで行ったりだとか、うん、だからそこら辺のやりくりっていうのはすごくうまくいってるのかなっていうような感じがするよ。そうですよね、うん、いやだから前半戦で大勢投手と中川投手が抜けたときに、はい、さあどうなるんだろうっていうところで、あとグリフィンも一時期抜けてた時期があったので、ピッチャーどうなるかと思ったらやっぱ整ってきましたね。いやまあ整ってきてるし、まあ、これ以上やっぱこうよく書いてもな、うん、それはやっぱりこう3人とも160キロぐらい投げてみたいな、うん、ピシャピシャピシャっといくんだったら理想だけどもさ、はい、まあそういう球団もないし、うんね、そういうピッチャーもいないし、はい、まあその中ではやりくりはできてるのかなという。ただ野手よりも後半に向けてやっぱそこはバルドナードだとか、うん、そういうケラーだとか、はい、少し心配な部分はあるよね。コントロールという意味ではね。そうですよね、うん、だけど他にもいるからな、まあ、補強してるからな、はい、だからまあそこら辺は、まあ、安倍監督がやりくりすると思うけどな、うん、うまい具合に、うまい具合にね、後半に向けて首位ターンをした巨人ですけれども、だからその前半を振り返るにあたると、うん、いや後半に向けてのいい準備はできたなっていう、あまあそんな感じはするけどね。そうですね、はい、そして2位が広島です、はい、まあ巨人を1ゲーム差で追いかけて、まあ、DNA に 1.5 ゲーム差をつけてというところだったんですけれども、はい、まあ一時期まあ、ね、首位にいたりとか、まあ、ありましたけれども、前半戦振り返ってまずバッター陣どうですか。バッター陣はやっぱ長打がないわ。末金が戻ってきて入った時には、やっぱ彼のホームランで少し楽な展開で野球が進んだりだとかするんだけども、やっぱ彼の破壊力がなくした時にはやっぱこうつないで点を取るっていうのが大変だったな。だから終盤やっぱこうもつれたゲームの時に、まあ足を使って1点を取りに行ったとかさ、まあやりくりはしてるよ。いやただやっぱこうこれじゃやっぱ夏場ちょっと苦しくなるかなっていう、うん、それでシャイナーっていうのを、はい、上がっていますね、7番とか8番とかにこう我慢してこう鳴らしてて、うん、で東の時に一発回答でスリーランで、それで東に土をつけた試合があったけど、ああいう試合が少し作れると楽になるけどな、はい、だからやっぱ長打次第っていうところはあるよね。長打次第、うん、あとそうだな、まあ先発ピッチャーは本当に大瀬良中心に、うん、まあ床田も安定してるし、はい、まあ安定感はあるんだよね、うん、森下もそう、まあ栗が時々そうですね、まあちょっとね崩れる時はあるけども、はい、まあ中継ぎ、まあ島内がちょっと痛いよな。そうですね、うん、ちょっと前半の後半のあたりに、はい、離脱したけども、うん、まあ状態が悪くてね、うん、でも森浦がいいし、はい、だからまあそこら辺はやりくりでなんとかするのかなとは思うけども、やっぱ得点力だよ。そうなんですよね、得点力が上がってこないと、やっぱこう坂倉がやっぱこう打たんといかんな。そうなんです、坂倉選手がずっと前半ね、なかなか調子が上がらず、そうだな、はい、だからちょっと勝つだな坂倉選手。そうですね、今年はキャンプの時はあったら、いや今年は大丈夫ですとか言ってて、ちょっとそうなんですよ、まだなんですよね。末金選手がいた頃、引っ張られて小園選手だったり坂倉選手もまた、ね、ちょっと状態上げてきたりっていうのがあったんですけど、まあやっぱ抜けると、ね、レフトのポジションもそうですし、やっぱ末金選手の代わりっていうのはなかなかいないですね。まあ末金がじゃあレギュラーかというとさ、まだ確固たる地位は作り上げてはないと思うけど、はい、やっぱ魅力はあるよね。ありますね、うん、で小園は本当によくやってると思うけど、うん、やっぱこう小園末金で相当稼いだ5月があって、はい、うん、だから離脱してからやっぱりちょっと小園一本になっちゃったからな、苦しいですよね。防御率もチーム防御率、チーム打率が2割2分9厘、下の方にいるわけではないんですけれども、特段その打ってるというか、そのバカバカ打ってるっていうイメージでもやっぱりない、うん、そうだな、まあ、これじゃやっぱピッチャーがね、はい、苦しいよ、いつも。ですよね、防御率は、うん、チーム防御率はナンバーワンの 2.16 なので、うん、そこでちょっとカバーしつつっていうことなんですかね。だから夏場はやっぱこうバッティングっていうかね、はい、まあ投手力よりも打力って言われてる、うん、またこれだけ暑いとさ、やっぱりピッチャーのバテっていうのは早いぞこれ。で特に松田なんかはね、やっぱり野外なので。そうそうそう。うん、だから広島は大変だよ。ちょっとね。そうですね。阪神はね逆にね、この前富谷に話をしたけども。うん、死のロードって言われてるけども、はい、いや意外と快適なんだと、ドームも多いし、で甲子園使えないけど帰ったら京セラ、はい、でドームだし、うん、で練習量も少し落とすことができると、うん、ただ広島がやっぱ大変ですよって言ってたよ。やっぱりそうなんですね。やっぱ野外のチームだし、はい、移動距離とかもいろいろ考えると、やっぱ広島って大変だと思いますよとは言ってたけどね。そうなんですね、うん、ちょっとね、まあ、前半戦はね、なんかまあしのいでしのいで投打ともにっていう、 あと矢野選手のやっぱりこの守備っていうのも幾度となく助けてたのかなと。いやいや、まあ、その矢野はねもう忍者みたいな男だから、はい、まあ足とかも使えるしね、うん、だからやっぱこう使ってたシャイナーが日本の野球に慣れて、うん、後半打ってくれればね、はい、で末金が戻ってきて、末金、シャイナー、小園、末金、シャイナーって続く、うん、打線が組めるようになって、この2人が、まあ、ある程度定期的にホームランが打てるようだと、うん、結構チャンスは出てくるだろうな。そうですね、まあいい位置につけてますしね、今。さあ続いて3位の DeNA、2位の広島を 1.5 ゲーム差で追う展開、4位の阪神とは1ゲームをつけているという形ですけれども、まあでもね、前半戦を見る限りでは、まあもったいない試合は多いけど、まあよくやったと思うよ。それとやっぱこうチームの課題であったその盗塁。走塁はちょっと×なんだけど、盗塁ということに関しては非常によくやってると思う。カープと並んでトップタイの45です。だからこれが盗塁から走塁につながってくるともっと良くなるなっていうような感じがするよね。だからすごく準備は整ったというかさ、巨人と同様になんかこう前半戦よしこういう形でいってあとはこれをなくしたら良くなるっていうことが、まあ、あるからね、だからそれをこう前半戦の時に、まあ、失敗を受け入れながら、これをやっぱ後半戦に成功率を高めていくという、まあそういったことはできると思うんだよね、だから本当に大いにチャンスがある。ですよね。ただやっぱこうジャクソン、これ夏場強いかな。この前、熱中症で座り込んでたけど、ただ、あの試合、神宮で宮崎選手とあと山本選手も具合が悪くなってたので、いや、具合が悪くなるような、なりますよね、この暑さは。なので、特に外国人の投手たちは、この湿度に多分あまり慣れてないですよね。いや、まあまあ大丈夫だろうとは思うけども。だから、ここからね、どう戦っていくか。でも本当に前半戦見ると、もったいない試合、本当にもったいない試合は多いんだけど、でもそれを無駄をしながらね、ここまで持ってきてるっていうことはやっぱ相当な力があると思うんだよ。だからそれを無駄をなくしていけばね、必ず後半にいい結果が生まれると思う。そうですね、やっぱりこの、ね、チーム打率っていうのが2割5分4厘、これはセ・リーグナンバーワンですし、破壊力という意味でも、まあ、途中で筒香選手も加入、まあ、ちょっと疲労骨折もありましたけれども、佐野選手がまた状態を上げてきたりとか、相変わらず宮崎選手から牧選手、あとオースティン選手があんまり休まずに頑張ってる。打つ方は全く心配いらないんだよ、他の球団から比べるとものすごい羨ましいと思うよ。ですよね。技術は高いしさ、やっぱそれなりの長打力も持ってるし、で盗塁も広島と並んでトップタイでしょ、で足も使えるようになってきた、あとは何かっていうことだよね。そうですよね。だからその答えっていうのはもう当然出てるし、だから後半に向けて、まあいい準備ができれば、いや結構面白いと思う。中継ぎ陣もどうでした？まあそうだな、そこだな、まあ確かにもう言われる通りに、先発はね、まあ贅沢言ったらきりないけど、やっぱこう東を中心に、まあそこそこやってくれてるんだよ。で東がやっぱこう勝ってくれるから、連敗止めてくれるし、もし連敗中だったらね。でもジャクソン、K、まあここら辺も慣れてきてるし、石田とかも、まあ石田とかもそうだね。だからそういう意味では先発陣はまあそこそこなんだよね。まあよく頑張ってるなっていう中だな。そうなんですよね。中がやっぱりちょっと弱いかな。前半見ててもちょっとやっぱり弱いかなっていうのが。だからまあ安崎と伊勢、まあここら辺がどうね。立ち振る舞うか後半ですよね、やっぱこう経験値がいるな、そうなんですよね、だから松本にしたってそうだし、中川にしたってそうだし、いいものはあるけども、そうだな、もうちょっと経験が欲しい、坂本もそうだな、だからやっぱ中継ぎ、誰かやっぱこう救世主みたいなのが出てくればね、まあいいなと思うね。そうですね。まあただね、3位で折り返せたっていうのは、まあいい位置で。俺が見ててトップで折り返せたなって思うぐらい、やっぱりこう力は持ってるなっていう感じでしたよ。ただやっぱこう守りのミスが出たりだとか、まあいろいろあったけども力はある。力はある。だからその力がこう無駄がなくなってくるとね、まあいいかなっていうふうに思うね。さあ4位で折り返したのが阪神ですけれども、はい、DeNA に1ゲーム差、連敗続いてね、ようやく前半最後の試合はこう勝利で大量得点で終わったんですけれどももうやりたかっただろうな次の日もいや、やりたかったと思います。で、分散したかったと思います、得点を。とにかく打つだけだよ。これ前半もうちょっと上がってくるかなと思ったんですよ、その打撃という意味で。ただここまでちょっと上がってこなかったの、豊さん的にも想像はしてなかったですか？難しいんだよね、やっぱこう試行錯誤しながら、良かれと思う手がことごとく裏目に出たりだとか、前半、本当に前半と言われるところは、ちょっと刺激を入れたら、うまいこと回って、また戻して、そしたらまたダメになってみたいなことを、ちょっと新陳代謝を繰り返しながら言ってたんだけども、新陳代謝すらできなくなってきてるというね。なんか不快感がすごくあったと思うんだよ、チームの中にね。だけど、ある程度その森下が戻ってきて、木浪が8番に入って、7番に上げて梅ちゃん8にしたりとかしてたけども、だけど、やっぱある程度の固定メンバーで戦えるようになってくると、実力が一番あると思うよ、俺は。額面通りの働きをしてくれたら、投手力も含めて、だからその状態に上げれるかどうかだね、後半はね。いや、だから前半戦はよくやったとは全く言えないし、で近本が4番打ったりだとか、いろいろしてたしね、だから4番不在かよみたいな、あれだけのメンバーがいて。とかね、守りもね、やっぱ相当な足を引っ張ったこともあるし、やっぱ佐伯と村上に勝たせないとダメだな。そうなんですよ、勝てないんですよね、今年は。勝てないんじゃなくて、点が取れないからな、1-0 とか、2-1とか、だから前半苦しかったと思うよ。あとはノイジーとミエセスも途中からもういなくなっちゃいましたもんね、両外国人が。ミエちゃんはね、ともかくとして、ノイジーは後半戦の鍵を握る選手になってくるかもわからんね。これは森下選手だったり前川選手とのそのなんか使い方によって、でも前川は、前半戦使われてね、すごく成長したと思うよ。いいところを探すとやっぱ前川とかね、非常に良かったなという感じはするよね。そのぐらいしかいいところっていうのは目立たないけどね。そうですね。まだピッチャーはでもどうです。ちょっと中継ぎが去年と違うのかなっていう。そらね、点が取れないっていうのをもう中継ぎ陣も分かってるから、点がやれないんだよね。だからそらやっぱ苦しくなるよ。だから状態はね、ある程度のことは保っててくれるけども、精神的にやっぱ苦しいもん、息苦しいもん。でもここにとどまったっていうことが、他のチームがだらしないのか、阪神がしぶとかったのか、これがやっぱ後半に出るんじゃないのですよね。あれだけ苦しかったのに、やっぱりこの4位でまだ全然上と1ゲームだから 3.5 ゲーム巨人としか離れてないっていうのは、不幸中の幸いということですよね。なんかみんなが阪神を待っててくれてるのかなっていう。そうなんですよ。そんな感じのゲーム差だよな。さあ続いて5位の中日、4位の阪神には 4.5 ゲーム差というところで、なかなかちょっとね、上と縮められない位置で前半折り返しましたけれども、でも開幕ダッシュしたっていうことは、非常に良かったなということと、やっぱり自力はついてきてるなという感じがするよね、前半戦見ると。それと、ある程度戦えるメンバーになってきたという。ことは言えると思うんだよ。それやっぱり個々の能力的にっていうことですね。そうだね。だからそれをどうこう噛み合わせていくかということ。だから悪ければもう切り捨てるというか、言葉はちょっと悪いかもわからないけども、いいものをこう順番につなげていくというか、そういう方がいいのかなっていうようなことも感じるし。そうですね。作戦面にしてもあれだけの投手力、7回8回ぐらいまで勝ってれば。もう鉄板にある程度勝てていけるっていうことを考えると、もういかに1点ずつの積み重ねが大事かっていう、大量点なんかいらないんだよね。そうなんですよね、9点とか取る時もあるけども、それは楽は楽だろうけども、そういうようなスタイルではないよね、中日はね。でそういうのは前半戦こうスタートダッシュの時からもう本当接戦をものにして接戦をものにできるっていうのはやっぱりある程度の実力がないとできないしね、はい、まあそこら辺の力は備わってきたんだけども、うん、あとはこれから先っていうのは接戦で負けた試合をこれひっくり返すのにはどうしたらいいのかっていうことなんだよね。はい、前半戦はもう実力がついたのは分かったし、まあ、後半はこれをどう組み立てていく。これっていうのはその代打だったり後半のすごい重要なところで代打とかで、いや俺はね前半も見ててメンバーだと思うよ。だから気が付くのが遅いというか、うん、はい、だからカリスでも俺は打てるってずっと言い続けてて結局最後にはもうずっと使い出してきてみたいな、はい、だからやっぱりロドリゲスショートの、うん、はやっぱまだちょっと早いね、うん、早いとかまあいろいろあるけども、岡林、まあ昨年は良かったけど今年は昨年の岡林ではないぞっていうようなこともあるし、うん、大島の代打も悪くはないけど代打には慣れてないぞと、うん、とか、はい、そういうこうちょっとしたことで流れを失うというか、うん、まあそういうことになってないかなっていうような気がしたね、前半戦はね。ありますよね。うん、あとはこう早々に代打使いすぎてしまったり守備固めで変えてしまって後半追いつかれた、点取らなきゃっていう時に主要メンバーがもういなくなってしまったりとか、なんかちょっと惜しい試合とかあっていう試合もあったかな。まあただね、それはね勝負にいってるからまあこれはね仕方ない時があるんだよ。でもそういうメンバーでも点を取れるようなことがやっぱ課題だよね、後半戦に向けてはね、うん、だから変えるのは悪くはないし、まあその時に勝負いってるんだから、はい、まあ例えばああ変えてなかったらよかったのにって、まあそれは思うよねそれは確かに思うかもわからないけど、まあその時に勝負に行ってて結果勝負にならなかったわけだから、でもそれでも後半にね同点で、はい、ね、勝負しなきゃいけない、まあそういった時にどう工夫をして点を取るかだな。そうですね、課題ですね、そこは。はい、さあヤクルトは前半ちょっとずっと苦しいままでしたけれども、まあちょっと怪我人からのスタートっていうところが大きかったですかね、やっぱり。まあそれもやっぱりチーム力としては言い訳になるからな。塩見選手とか並木選手もそうですし、ね、山田哲人選手も、まあちょっと多すぎるっちゃ多すぎるよね、はい、ただ、あそこの打線っていうのはやっぱ怖いな。もう相変わらずそうですね、オスナ、サンタナ、やっぱサンタナがいて、オスナがいて、はい、まあもちろん村上もいるし、はい、ちょっと怖いんだけど、うん、だけどやっぱ噛み合わせが悪いな、ピッチャーとの。あれだけの打線を誇りながら最下位で前半折り返すことになったっていうのは、これはやっぱ村もある。バッティングのムラもあるし、はい、ピッチャーがやっぱこう打たれるというね、いうこともあるんで、はい、それはなかなかバランスというか噛み合わせが悪いなっていうような感じはしてたよね。そうですよね。やっぱり中継ぎだったり、あと田口投手もやっぱり最初いなかったので。ただ田口が帰ってきたからって、抑えでピシャッとできているかっていうと、まあそうでもない。はい、だからみんながこう負担を持ちながらやってんだよね。なんかここ数年、1、2年の同じような戦いですよね。だから清水がもうフル回転で7回とか8回とか投げてくれたのがいないとかね、はい、でそれに伴ってこう田口がやっぱ苦しんでるとか、うん、で木澤を使ったらちょっと良かったけど打たれたとか、まあ安定してずっと頑張ってくれてるのは大西ぐらいじゃない。そうですね。頑張ってますね、大西投手は。だから頑張ってる人はいるんだけどさ、なかなかやっぱね、歯車って。ただやっぱ後半オールスター前ぐらいの戦い方っていうのは、ある程度こう良くなってはきてるんだよね。それは打という意味でですかね。まあ打も投手はそうでもないか。だからまあこれからね、夏場に向けて打たれることも多いだろうけども、打ち返す準備はできてるけども、はい、2点取られるところを1点にしてあげたいよな。そうなんです。だがね、逆転してもまたその裏取られてしまうんじゃ。でも前半ね、やっぱ長岡が成長したね。そうですね、もうめちゃくちゃ成長したと思うよ、あと丸山、はい、もう本当に頑張ったしね、で守備にしたって彼の肩っていうのはさ素晴らしいものがあるし、はい、成長は見せてる若手っていうのはいるよね。だからこれが後半にうまくつながっていけばね、そうですね、いいなと思うけどもね。はい、はい、さあパ・リーグなんですけれども、パ・リーグはソフトバンク、はい、まあ気づけばゲーム差もまた10に開いて折り返しましたけれども、まあソフトバンクはやっぱこんちゃん頑張ったな、はい、こんちゃんがやっぱこう柳田がいなくなって、うん、いる時はもちろん強かったんだけど、はい、でも柳田がいなくなって山川が打てなかった。前半ものすごい丸ホームラン2本とかさ、はい、打ってたんだけど、うん、で打点もトップで、はい、これは追いつかんぞこのままいきゃみたいな感じだったんだけど、うん、打てなかったけど全部こんちゃんが拾ってくれたな。ですよね、だって名前が出てこないんだもん、うん、打てなくても確かにそうですよね、全部こんちゃんが拾うから。ただ栗原が3番に入ってね、はい、柳田の代わりにでも打点もそこそこ上げて、うん、カバーしてくれたし、はい、あとやっぱり1番に入ったシュートをね、はい、やっぱね彼の働きは素晴らしいと思うよ、うん、塁に出て走ってっていう足で、そうそう、うん、でこの前空港で千歳の、うん、はい、あったんだよ。おー、はいはい、でこんにちはって言うから「うん、おー」とか言って「うん、お前バッティング素晴らしくなったね」って言ったら「縦振りやったか?」って言ったら「うん、いや流すことを少し多めにやりました」と、そしたらなんかこう安定してきました。流すことってじゃあちょっと落としたヘッドを落とすような感じの縦振りみたいな感じだったから落としすぎるとダメなんだけど、うんうん、縦すぎるとダメだと。だからその頃合いがすごく分かってきたっていうような感じの表現をしてたけど、はい、やっぱ彼の足とかさ、うん、三振振り抜けてファースト投げてる間に走って内野ゴロで1点とかさ、うん、やっぱ抜け目ないし、うん、やっぱ彼の存在がやっぱこう相手バッテリーのプレッシャーをよりね、はい、神経質にさしてるし、そうですね、まあその中でこう栗原が打ったり、うん、ね、こんちゃんまで回ってきたらこんちゃんが仕上げたりだとか、うん、こんちゃんが後半終わりかけちょっとダメだったんだよね。ありましたね。そしたらね、やっぱソフトバンクの勢いがね、うん、ちょっと失速したんだよ。ちょっと連敗ありましたからね。だから各球団はやっぱどこをターゲットに後半はやってくるかっていうのはもう明確になってるから、うん、まあそれでもね、はい、若手が成長してるし、うん、正木がいいし、そうですね、うん、慶応ボーイはいかんなあ、あと広瀬選手とかも、慶応ボーイねいやもうね、慶応、柳町もそうだよ、はあ、そっか、柳町選手、そこら辺がね、6番、7番、8番ぐらいを打つんだよ、はい、彼らがね、うん、いいね。慶応ボーイたちがもう憎たらしいけどね爽やかでまたね、爽やかでな、そうなんですよ、そうなんですよ、なんだよこのエリートがみたいな感じなんだけどいやだけどそのあたりがやっぱりしっかりやってくれるな。2軍で本当にいい率をの下で残してる若手たちが1軍で代わって上がってきた時にすぐ結果残したりとかっていうのも、まあ小久保監督も使い方がうまいな。うんうんうん、やっぱりね、そうですよね、うん、それとやっぱりゲームの展開もあれだけのこう貯金を作りながらでも、うん、やっぱこうきっちりワンアウト取られてツーアウトになってもこう送るときは送ってるしな、はい、だから戦略的にもやっぱ勝ちで見えないけど、うん、勝ちすぎてて見えないけども、はい、やっぱりやることはしっかりやってる。緻密というか計算きちっとなってますね。あとはピッチャー陣も、まあ、ちょっとオスナがね前半いなくなりましたけれども、そうだな、うん、ちょっと松本に、うん、かかる負担っていうのは大きいかもわからないけども、はい、やっぱ彼は、まあ、しっかりやってくれるんじゃない、うん、大丈夫ですかね、戻ってくる。それとやっぱこう先発にね、はい、起用されたモイネの、はい、だからどこまでできるかなと思ったらすごいな、防御率1位だと思う。やってますね、またスタミナもあるわ。どこのポジションでもいけますね、うん、で有原は安定してるし、はい、あと東山がもうちょっと勝ち星がね、うん、ね、上がってくるといいなっていう、うん、あとやっぱ後半に向けては大津が、はい、ね、こうずっと投げ続けたローテーションを守り続けたっていうピッチャーがまだないから、はい、だからどのぐらいできるかね、うん、まあここら辺だけど楽しみだよな。いやもうソフトバンクは楽しみ、心配じゃなくて楽しみだよ、うん、もう前半戦もう言うことないですねないないさあ2位がロッテ、はい、まあ、10ゲーム差はつけられているものの、はい、やっぱり去年同様 A クラスでこの位置にいるなっていう感じしますけれども、まあでも前半はやっぱ岡、そうですね、がやっぱこうよくやったっていうことと、うん、それを生かしたのはやっぱ外、うん、ああ外か、取っててよかったな。本当に他取られなくてよかったですね。打点トップだからな、はい、でホームランもそこそこ打ってくれるし、うん、やっぱ勝負強いわ。相変わらずそうなんですね。それと高部が帰ってきて、うん、やっぱこう野球がスピーディーになったな、はい、あと藤原が帰ってきた、はい、でベテラン角中荻野のワンセット、はい、もうここら辺もやっぱりこうしっかりしてるし、うん、まあでも前半野手は本当に佐藤俊哉も覚醒したみたいに打ったし、良、うん、かったとは思うよ。ですよね。まあちょっとね、サードの中村奨吾選手はなかなかっていうところもありましたけれども、まあ他の選手たちがカバーしながら非常にいい状態を。まあでも本当にまあ、よくやったって言えるのかなっていうような感じはするけどね。ですよね。あと後半の最後に山口航輝選手も戻ってきたので、ここからちょっと期待したいなとは思うんですけれどもね。もうちょっと野球を勉強するといいな。あ、もうちょっと。うん、あ、そっかそっか。もったいなさすぎるんだよ。あ、そうなんですね。分かるよ、うん、分かるけど、すべてがホームラン打てるわけじゃないから、うん、だからそこら辺をもう少し冷静にねやると、彼は一流になれるけどな。あ、ちょっとここはじゃあ後半に期待というところですね。ピッチャー陣は、まあ、佐々木朗希選手がまだ今ねちょっと前半。何してんの彼は。今いつ帰ってくるのかもわからない状態のまま。だからまあ種市もね、良かったり悪かったりということもあるし、小島がちょっとバランスを崩した時あったよな。連打が止まらないというさ。巨人の時連打食らって。そこからなんか連打癖みたいなのがあって、うん、まあまあ後半というか前半の後半のあたりから安定してるけど、はい、やっぱ運がないというかさ、うん、7回までノーノーやってて、はい、ね、8回にはホームラン打たれて、うん、9回にもホームラン打たれて、はい、それだけなんですよね。2対1で負けるというか、そうなんですよ。いやだからすごくもったいないんだよね。うん、まあこれもしょうがないけどさ、はい、まあノーノーのピッチャー変えられるわけにいかんもんな。で、打たれたヒット2本がそのホームラン2つだけだったんで、ヒット2本だから、その2本だけだから、あれ日本ハムの時ですよね。そうそうそう。だからもったいない試合も多いけど、うん、まあまあそこそこはな。はい、まあでも2位の位置につけたわけだから、うん、まあ非常に頑張ったかなっていう。佐々木朗希がいない中でね、はい、2位につけてるっていうことは、うん、まあいたと仮に仮定するともう少しゲーム差は縮まってるかなっていう感じはするけどね、うん、まあわかんないけどね。まあそうですね。投げたから絶対勝てるという保証もないしね。あと石川投手が帰ってきて、あ、そうだな、はい、まあこれは非常に心強いよな。うんうん、そうですよね。あとはピッチャー陣、まあ中継ぎ豊さんどういうふうに前半評価してますか？いや、よく頑張ったと思うよ。横山投手と鈴木投手の防御率っていうのが非常によくて1点台と0点台。まあそうだな、まあそこら辺は頑張ってもさ、やっぱ抑えじゃが誰なんだっていうね。増田投手とか打たれるとか、まあでも中継ぎはある程度頑張ったと思うよ。そうですよね、頑張ってると思う。ただやっぱ絶対的な守護神が欲しいなと思うな。確かにそこはね、新旧入れ替えなのかどうなのか、だから抑えに持っていくとなんかどちらかったりとかするんだよね。はい、まあそれだけプレッシャーのかかる、まあポジションなんだろうけどもね。はい、ロッテはただ終盤とか8回9回になるとやっぱり打線が怖いなっていうのは、今年もそうだなっていうのは。ただね、まあやっぱ夏場これからは投手交代早めの方がいいと思う。吉井監督ね、どちらかというとやっぱり引っ張るから。はい、まあピッチャーの監督だなと思うよね。ここ抜けないと一流じゃないぞみたいな。まあそういう節があるから。はい。でもやっぱ変えてやった方がいい時はあるな。そうなんですね。さあ3位、日本ハムが3位で折り返しました、はい、2位ロッテに1ゲーム差、はい、一時期ね2位にいて、そこからまたちょっと B クラスに落ちたんですけれども、はい、貯金を作っての折り返しになりました。まあでも、ね、例年のこと考えたら、うん、本当に形になってきてるし、はい、まあ良くなってきてるしね、うん、でもこれは後半に向けて楽しみしかない。そうですよね、うん、防御率がチーム防御率非常に良くて 2.95、はい、3点台ではなく 2.95 なのでピッチャー陣も頑張りましたし、はい、打率も2割4分5厘ということで、はい、まあまあホームランもね、うん、まあ出るし、はい、だからまあ非常にいいんだけども、うん、まあただやっぱ守りだ、はい、水野が怪我してから、はい、ちょっと守りの方がバタついたんだよね。エラーがちょっとそうですね。そうそうそう。それとゲッツーを取るときは何でもない試合でも、取れなかった結果がやっぱり失点を重ねていって、負けるとか、まあ、もったいない試合があって、まあ、でも相対的に全体的にはもう本当によくやったと思うよ。水谷が出てきたりだとかさ、はい、そうですね、だから非常によくやったっていうふうには思うよ。まあ、レースもね、まあ慣れてきてるし、はい、日本の野球にね、うん、スティーブンソンがもうちょっと俺は打つと思ったんだけど、あいつは2軍で一生懸命真面目にやってんだよね。多分2軍ですね、真面目にやってると思いますよ。あと清宮選手が、うん、前半の後半非常に良かったなって。まあ後半というかもう最後の試合なまあまあ4打数4安打ね、2ホームラン、はい、ね。まあ確かに、まあ、彼の本来の力が出てきたというね、まあそんな感じもするしね、はい、まあこれがやっぱり水谷、清宮、万ちゃん、うん、マルティネス、はい、っていうふうになってくると、うん、やっぱりホームランが打てるバッターが多くなるよね。そうですね、うん、あとは郡司選手と田宮選手の今シーズンの、まあまあ確かに前半戦はね、田宮がねよく頑張ったし、ただそれも田宮が打てなくなった時にリード面がどうのこうのってね、うん、まあ言われた時期もあったけど、なんかこう自分がサヨナラヒットを打って、はい、なんかこうそういう口を封じたというかさ、うん、まあキャッチャーやっぱり打たないと、うん、いろんなところに言われる題材が落ちてるからね、はい、だから打つことによって口を黙らしたという、うん、まあ見事な前半戦の活躍だったよね。ピッチャー陣はどうでしたか？ピッチャー陣はね、やっぱこうどちらかったな。中盤ぐらい、中盤からちょっと前半の後半にかけて、うん、まあ疲れはきたんだと思うけども、うん、まあ田中正義がちょっと抑えからこう、ね、6回に投げたりだとか、うん、いろんなことで試して調整をした中で、はい、それに伴ってこうみんながこうバランスを崩したというかさ、はい、うん、だから、まあ、やっぱり田中正義は抑えてね、うん、っていうようなことがやっぱこう後半からは、はい、期待されるけどね。ですね。あとは前半勝ててたその山崎幸也投手とか伊藤大海投手がちょっとね、中盤以降点を取られてとか慣れてきてんだよ。あ、相手が相手も慣れてきてるし、うん、やっぱ疲れもあるだろうし、うん、だからまあそれは1年間同じようなペースではいけないよね、はい、ただやっぱこうオールスターで山崎幸也が9失点したっていうことが、はい、ちょっと後半に向けてはちょっと心配だけどね。あ、そうか、やっぱ心配だよ。いくらオールスターでもいくら、いや、まあ一流のバッターが揃ってるからさ、はい、まあ打たれるのも仕方ないっていうかもわかんないけど、まあだけど打たれ方はちょっと悲惨だったな。そうですね、ちょっともうたまに威力がないというか、うん、だから笑ってたけどもさ、はい、笑いじゃ済まされなかったな、俺の中では。まあ日本ハムを思うとね。ああ、そうかそうか。まあ受けてたキャッチャーがね、久々のマルティネスっていうのもあったんですけど、いや関係ないよ、関係なく。うん、あ、ちょっとじゃあそこはちょっと注意というか、いや、まあやっぱりこう、うん、ちょっと注意だな。はい、さあ4位の楽天ですけれども、はい、まあ楽天は交流戦で優勝して、はい、ガッとその後行くのかなと思いきや、ちょっとブレーキした点もありましたけれども、ただね、投手陣、うん、まあ庄司もいないし、はい、ね、今だからもう本当に出てくるのは早川と内、はい、で藤井、はい、で岸、うん、うん、よくやってると思うよ。よくやったと思うよ、前半。うんうん、だって交流戦優勝しなかったらもうなんかこう沈みかけてたからね。そうでしたよね。でもそこを立ち直ってきたっていうのは、はい、やっぱ浅村が打ち出したっていうのと、うん、やっぱベテランと言われるかわからんけど、安倍ちゃん、はい、がまあ良くなってきてるっていうこと、うん、でずっといいのは小郷と辰巳、うん、はい、で交流戦でちょっと爆発的な仕事をした鈴木大地、うん、はい、だからこういう人たちが良くなってくると、うん、まあ戦えるな。やっぱ早川が一回落ちて上がってからは非常に安定してるから、はい、そうですね、うん、だから期待はできるよ、うん、あとはね、うちがね、はい、素材はいいんだよ、うん、でもね、ポカするんだよね、いいところでホームラン打たれるんだよ、いつももったいない。そうですね、ほんで打たれなかったって言ったら後半、うん、誰かが逆転されるんだよ勝ち星ついてこないんだよついてないんだよ。だから彼が大体5回ぐらいで降りるんだよ、はい、6回7回までいったらそういうことないから、うん、ちょっと頑張らんかなとか思って見てるんだけどね。ですよね。あとは配置転換で則本投手が後ろに回って、最初の方は非常に点を取られずビシッといってたんですけど、ちょっと後半になるにつれて点を与えてしまったりとか。そうだね、まあでもよくやってると思うよ、やっぱ配置転換して、初めてのポジションでね、それはやっぱもう疲労もあるだろうしさ、その中でプレッシャーと戦いながら投げるポジションだから。まあそれを考えるとやっぱこうよく頑張ったなっていう前半戦はね、思うよね。さあ5位オリックスなんですけれども、オリックスは4位の楽天にちょっと 3.5 ゲームというふうにちょっと諦めましたね。まあただ3年連続で優勝してて、山本由伸、山崎幸也、これ抜けた、その前の年には吉田正尚が抜けてる、まあこれだけやっぱ大黒柱が。家の柱を1本ずつ取ったってよく立ってんだっていやそんな感じなんだよ、やっぱりね。その中で山下舜平大がやってくれるだろうとか、宮城が頑張ってくれるだろうとか、東が負けないだろうとか、椋木帰ってくるだろうみたいな、そういうこと考えたけど全くなんだよね。山下舜平大どこ行ったんだよ。そうなんですよ。いやいや宮城、これはね同情するわ俺。やっぱね彼は優勝するためにどれだけ腕振ってきたか、やっぱね故障した、これはね攻めらんないよ。それぐらいもう負担がかかってたんですね。負担かかってる、だからもうねかわいそうだよ。でもそれでもマウンドに立ってるっていう、それは立派だなと思うし、椋木も無理してほしくないけどさ、トミー・ジョンからもう治ってると思うんだけど状態が上がってこないんだろうな。彼の力っていうのはやっぱ相当なるものはあると思うてね、で期待もしてたんだけども、ちょっと1回投げて1回2回投げたかな、それでちょっとまだ調整に入ったけど、無理はすることはないけどもね、だからそういうピッチャーが多いな。山下舜平大もちょっとバランスを崩して1回持たないんだから、あのボールを持ちながらだからやっぱりなんかやっぱね研究もされてるんだよ。だからそこら辺ちょっとオリックスは辛いなって思うよね。ですよね。もう出だしが怪我人が続出っていうところから、そうだね。バッター陣もそうですし、中継ぎ陣、鉄壁と言われた中継ぎ陣もいなかったので。山崎颯一郎どこ行ったの？そうなんですよ。あの2人がねいなくなっちゃった。今もルーキーの小田島が頑張ってるっていう。そうなんですよね。いやだから優勝した代償が今年もう来てるということだよね。やっぱ勝つっていうのは無理してるよ。だからそんなにさ期待はするよファンはね、でもね温かく見守らなきゃダメだよ。そっか、ただね、俺5割に来た時に、これ来るっていうふうに思ったけど、そっから失速するんだよね。そうなんです。だからそれがいつものオリックスじゃないんですよね。ちょっと前半苦しい戦いでしたね、やっぱオリックスも。ちょっと苦しかったね。さあ最後西武です。何を振り返るか。そうですよね。交流戦ね前によくやったなんて口が裂けても言えないしさ。そうですよね。よくやったって言えるのは竹内ぐらいじゃないの。そうですね、ルーキーでぐらいで、いや隅田の投げ方も、隅田も本当に腕振ってな、頑張ってるけども、今井も頑張ってるけどな、やっぱり高橋コーナーとかね、平は怪我でもしょうがないけども、ちょっとがっかりだな。あと甲斐野投手やってくれるかなとかっていう期待もあったんですけれども、それもかなわずというか。がっかりしかない。ないですね。だって若手も伸びてないんだもん。今まで何してたのみたいな。これからだろうけどね。打の方にしてもどうですか。山村選手とか。いや山村なんかはもう期待もしてるし、西川もそうだしね。滝沢もそうだし。いやだから期待する人間っていうのは古賀もね、忘れて怒られるけど。期待できる人間っていうのは多いんだよ。ただやっぱり。時間と経験が必要になってくるんだよね。そうですね。だからそこら辺をやっぱ与えていくしかないな今年はね。あとは補強を2回して松原選手と野村大地選手取りましたけれども、この2人を取ったことの評価っていうのは補強のっていうのは前半何かしようとすることはね、悪いことではないけどもね、例えばチームの中心になれるような選手を取ってくるんだったらいいけども。言えばチームにいないかっていうぐらいの選手なんだよね、言葉は悪いかもわからないけど、いやだから育ててなかったのかなっていうような感じがするけどね。そうですね、そのツケが回ってきてしまったのかな。そうかもわからんな、うん、あとはやっぱりおかわり君に頼りすぎたとか、山川選手に頼りすぎた、まあ頼るんでしょうけど、うん、まあおかわり君とか栗山とかね、はい、まあ彼らはやっぱり技術者だし、うん、やっぱすごいよ、うん、やっぱり、はい、だからああいうバッティングを真似しなきゃいけないし、うん野球に対する姿勢もなんていうの、あのぐらいの年までできるっていうのはそうそうたる何かを持ってるんだよね、はい、だからそれを真似してほしいよね。そうですね、うん、それを後輩が見て背中を見て真似してほしいですね。大砲はいないけど文集砲はいるっていうさあと甘いこと言いますね。いや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 本当に本当ですね。でだからその法は変えようよみたいなそうですね、文春からタイに変えましょうって、タイ語にね、そうですね、確かに、最後なんかうまくしまったのか、ような感じもしないでもないですけれども、だからもう野球ってさ、本当は一時期からできないから、はい、だからもうそこはもう本当に野球やったら、うん、自分が幸せになるし、うん、ね、もう頑張ろうよ。そうですね、野球に真摯に向き合ってそこでグラウンドで結果出そうよっていうところですよね。前半の、ちょっと12球団の総評というふうに、今回やりましたけれども、長くなったね、ちょっとね、そうですね、ちょっと長くなったんですけれども、はい、ここからですねまた別動画で、前半戦の例えば監督総評であったりとか、じゃあするの？しますします。本当に？毎月やっているあれもしますし、あとは、セ・パの優勝するにはの後半戦どうすればいいかの優勝計画、あとは A クラスに入るにはどうしたらいいかの、はい、豊さんなりの、ね、はい、総評をまたはい、各チーム1チームずつやっていきたいと思います。